どうも、学習塾1945です。今日もやっていきます。よろしくお願いします。ということで、今回の問題は、2019年に行われた静岡県の問題です。まずは、一時停止をして解いてみてね。では、正解です。正解は、2です。じゃあ、確認をしていきましょう。今回は、司法権の独立についてです。司法権と言ったら、裁判所ですよね。その裁判所で働く裁判官は、当然、公平中立でないといけません。例えば、霊夢とマリサが、喧嘩をしていたら、霊夢の親友である朔也が、その喧嘩の仲裁をすべきではありません。たとえ霊夢が悪かったとしても、朔也は親友ということで、霊夢の肩を持つかもしれないですからね。あと、例えば、マリサにお金を借りている、ウプ主が、間に入ってもダメでしょう。ウプ主にはマリサに借りがあるので、たとえマリサが悪くても、それが理由で、ウプ主がマリサの味方になるかもしれません。つまり、ちゃんと公平に判断できる人は、霊夢とマリサから独立している、関係ない人なんです。だから司法権を持つ裁判所は、誰の影響も受けないよう、独立している作りとなっています。例えば裁判官が、国会にとって不利な判決を出したとしても、それが理由でクビになったり、給料が減ったりすることは、ありません。もし独立が確保されず、国会の影響を受けてしまったら、国会にとって都合のいい判決ばかり出て、国会が暴走し、国民が不幸になるかもしれないですしね。ただ当然、例外的に影響を受け、従わないといけないこともあります。それは、良心、憲法、法律です。良心というのは、お父さんお母さんってことじゃなくて、良い心なので、正義感とか道徳的な常識のようなものだと思ってください。これと、すでに作られている憲法と法律です。だから正解は、2なんです。良心、憲法、法律に従わないと、裁判所自体が無茶苦茶な判決を出して、暴走します。パンを盗んだだけで、死刑になるかもしれません。まあ、盗みは犯罪ですけどね、死刑はやりすぎです。あと、三権分立で国会や内閣の影響、攻撃を受けることもありますが、これは逆に、影響を与える、攻撃できるようにすることで、バランスを保っています。詳しくは、動画説明欄から、公民の再生リストを開いてください。ということで、話は以上です。最後まで聞いてくれて、ありがとうございました。